はい、どうもこんにちは、エイサクと申します。今日はですね、退職を代行すべき理由についてね、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。私はですね、新卒で4年勤めた会社を退職して、現在フリーランスとして活動している27歳でございます。この YouTube チャンネルでは、会社員を辞めてフリーランスになった私が、会社に属さなくても生きていける知識や経験、あなたらしく生きる働き方について、たまにね、私の好きなファッションの紹介など、自分らしく生きるにはっていうのをテーマに情報発信をしております。あなたらしさをね、見つけるための知的教養チャンネルとして動画を毎日18時に更新しておりますので、動画を最後まで見ていただいて面白いと思ってくれた方は、ぜひね、チャンネル登録、あとは家族や周りの友人にもね、ぜひ動画をご紹介ください。よろしくお願いいたします。今ですね、生き方や働き方に悩んでいる方向けに、無料のね、個別相談会の受付も行っております。私に話を聞いてほしい方、無料で申し込みができますので、ぜひ概要欄の公式 LINE の方に飛んでみてください。よろしくお願いいたします。今日はですね、退職を代行すべき理由というね、話をさせていただきたいんですけども、皆さんね、退職代行という言葉ご存知でしょうか？最近ね、流行ってるんですけど、まあこうね、2024年もこう4月5月と、経ちまして、皆さんね、新卒の方とかね、どうですかね、2ヶ月お仕事頑張ってみて、頑張れそうですか？メンタルとかブレてませんか？メンターさんとかね、ちゃんと相談できる相手作れてますかと。まあ、あとで新卒以外にもね、こう20代、30代ね、働き盛りの方々、会社にお勤めの方は、まあ多くの方がね、こう仕事楽なことばかりじゃなくて大変なこともあると思うんですよ。でその中でこうきついな、やめたいなと思う時に、まあ退職ってワード、まああとはね、こう自分の人生本当にこのまんまでいいのかなってなった時に、こう会社を辞めてね、次のステージに立つって意味でね、こう退職っていう言葉、誰しもね関わることだと思うんですけど、まあこう退職をね、こう代行してくれるっていう人がね、最近こう仕事としてニーズがあるというところで、皆さんねご存知でしょうかっていう話をねちょっとしたいです。まあ本来ね、退職って、まあ、仕事会社を辞めるには、まあ原則ね、こう2週間から、まあ、1ヶ月前ぐらいに、職場長とかが、まあ、上司を通じてこう退職の旨を伝えて、まあ、退職届、離職票を出して、まあ退職をするんですけども、まあ、そのね、手続きとか、こう、まあ、あとはこうね、辞めるってこう直接言いづらかったりとかね、人間関係がね、うまくいってないとかもやっぱあると思うんですよ。前回別の動画で円満退社はないみたいな動画撮りましたけど、やっぱ退職をするってことは、やっぱその会社に対して何かしら思うことがあるから、ね、それ上司なのか、会社全体なのかはわかんないけど、あるから、絶対に、ちょっと気まずかったりとか、まあ、しかもね、自分がやってた仕事を踏んなきゃいけなかったりもするから、ちょっとストレスかかるんですよね、退職ってやっぱり、誰しもが。だから、その退職っていう、負荷がかかるものを代行するっていうのが、まあ、ニーズとしてね、出てきても全然不思議じゃないかなっていう感じ、今まさにね、流行っていると。で、私はですね、一応こう自分の退職っていうのは、まあ、自分で、職場長をね、通して伝えました。まあ、ありがたいことにね、時の上司は、まあ、しっかりね、私に、時間を使ってね、こう向き合ってくださいましたから、まあ、こう、ね、円満に、円満なのかわかんないですけど、まあ、なんとかね、旅に立たせていただきました。本当にね、お世話になりましたというところで、まあ、ただね、中には、こう、ね、退職ね、やっぱこう、誠意を持ってさ、お世話になったとこなんだから、代行とかしないで自分でやれよっていう気持ちもめちゃめちゃわかるんですよ。特にね、こう、上の人、世代の方は、なんか退職代行なんていうのはちょっと考えられないと思うんですけど、でも、まあ、こう、僕はですね、自分の経験から、まあ、退職をしてみた経験を通して、まあ、退職をね、代行するのはありだなっていうふうに思いました。まあ、僕はしなかったけどありだなと思ったので、まあ、こう、退職代行をね、使うべき理由とか、まあ、ただね、使う時にも気をつけなきゃいけないよなーっていうところもあったので、そこをね、今日ちょっとぜひ話したいです。もしね、こう会社辞めたいとか、フリーランス目指したいってなった時に、こう退職代行っていうものを使うかどうかは、まあもちろんね、個人の判断に委ねられるんですけども、ね、ただ、それがないと退職できないとかだったらもったいないから、まあ僕はね、退職代行すべきなんじゃないかなというふうに思います。もちろん自分でできる人はいいですよ。自分でできる人はそのままね、勝手に退職して次のね、ステージ進んでほしいんですけど、もうなかなかね、こうそういう人がね、全員ってわけじゃないと思うので、ぜひね、今日の動画最後まで見てください。ちょっとね、概要が長くなっちゃったんで申し訳ないんですけど、早速ね、ちょっと話していこうと思います。まあ、まずですね、結論、退職をね、僕は代行するのはありかなと思っていて、まあ、なぜならですね、理由としては、そのリソース、自分のリソースを他に避けるからなんですよね。退職って、まあ、こう会社員の人からしたらね、こう一世一代のことだと思うんですけど、こう、まあ一回ね、辞めてみた側からの身からすると、退職って、あくまでも、次の道に向かうための、次のステージに立つための行為なんですよね。
つまりゴールじゃないんですよ。スタートラインに立つために退職をするんですよね。だって確かに皆さんこうね、仕事とかね、煩わしい人間関係からこう退職して解放されることで、まあ安堵する気持ちもわかるんですよ。なんか肩の荷が下りるっていうところもわかるんだけど、で、少しね、休む期間っていうのも あると思います、人によっては。でも、こうあなたはね、また結局こう次の道に進むじゃないですか。ね、退職してもう一生人生終わりじゃないでしょ。まあ定年退職だったらあるかもしれないけど、今回はね、ちょっと話のテーマにそれちゃうから、またね、転職なり、こう個人で稼ぐなり、何かしらアクションをしていくじゃないですか。まあ、海外一周とかなんでもいいんだけど、なった時に退職ってあくまでもそのスタートライン、次の道に立つための手段なんですよね。だから退職っていうものがゴールじゃないんですよ。なった時にこう退職、まあこうなんだろうな、退職っていうものにそれだけリソースをかける必要があるかどうかっていうところなんだよね。私はね、こう、会社を退職して、こう、たくさんの人に触れて、ほんと世界が広がりました。本当にこうね、まあ、水を得た魚の海って言ったら前職のね、皆さんに申し訳ないかもしれないけど、本当にね、こう、新しい環境で大変なこともあるんですよ。本当にフリーランスって楽な道ばかりではないから、まあ、そういうね、リアルもしっかりこのチャンネルでは伝えていくんですけど、まあ、こう、新しい環境で輝ける人っていうのもたくさんいます。で、新卒で入った会社が人生の全てじゃないし、僕はあなたの可能性ってその新卒で入った会社だけで終わらせるのもったいなくないと。広告系で入った、新卒でね、広告系で入った人が一生広告系で、やり続けるのがもったいないよねと。もしかしたらこうプログラミングとか動画編集とかウェブデザインとかわかんないけど、なんかそういう方がこうね、クリエイティブな方が輝ける人かもしれないのに、わかんないでしょ、それはやってみないと。だからそういう意味でこうね、なんか退職をして新しい道を切り開くって決して悪いことじゃないし、なんか退職ってね、こうなんか、ドロップアウトとか、なんかこうちょっとね、そこで会社でダメだったっていう風に見られがちではあるんですけど、僕は全くそんなことないかなという風に思ってます。むしろね、こう苦しいながら、なんかね、我慢しながら働くってこう、自分本人にとっても、会社にとっても良くないから、そういう人はね、もうさっさと辞めた方がいいぐらいに思ってるので、でもじゃあ退職って、負荷もかかるし、人間関係もあるし、上司に言いづらいし、今の仕事も抱えてるし、なかなか辞めにくいみたいなね、ハードル高いと思うんですよ、退職がね。でもそういう人こそこう自分の可能性を見出すためにこう代行っていう選択をしてでも、行動、新しい選択肢を、掴み取るべきなんじゃないかなというふうにね、思います。まあ、こう新しい環境に身を置くことで、まあ、こうなんだろうな、自分の人生も広がるし、こうなんだろうな、そこに代行っていう手段を取ってでも、やる価値は十分あるんじゃないかな。むしろこう、ね、会社辞めれないから新しい選択肢を取れないっていうことが、一番もったいないので、まあ、退職っていうものに抵抗があるのは分かるんだけど、行動できないことで、新しい、ね、人生を手につかめない方がよっぽどもったいないと思いませんか。で、経営者目線で考えると、代行って非常に合理的なんですよ、実は。まあ、あなたの時間とお金をどこに投下するかで、まあ、将来のね、人生って大きく変わるので、こう、退職という行為自体があくまでも次のステージに立つための作業でしかないから、こう、その作業がもし苦手なんだとしたら、それを人に振って、その浮いた時間、自分の、やりたいこととか、世の中に価値提供できるものに時間をかける、労力をかけるというのはすごいね、大事なことです。これは経営者目線に立っても。もし今後フリーランスか個人で頑張るっていう人は、退職っていう行為自体がもし苦手なのであれば、その作業を人に振るっていう練習にもね、人を使うじゃないけど、経営者ポジションに立ちたいんだったら、そういうこともね、考えてもいいんじゃないかなというふうに思います。なんかそこでこうくすぶって、なんかいつまでもいや退職ができない、次のプロジェクトもあるし、なかなか人間関係的にっていう方が、あなたの時間とお金と労力をかけてるものが経営者目線で間違ってるよね。ね、本当は新しい環境に行った方がいい人が、いつまでもね、その間違った環境に居続ける。それが退職が抵抗あるっていうので、我慢してるのはもったいないかなというふうにね、思いますので、ぜひね、こう辞めたい人とか独立したい人とか、まあね、転職でもいいし、ワーホリでもいいけど、何でもいいんだけど、こうせっかくね、こう退職代行という仕事ありますから、まあ、そういうのね、もし自分が苦手なんだとしたら、そういうものをね、フルで使うっていうのは、全然ありかなというふうに思います。ただ、一個だけちょっと気をつけてほしいことがあって、まあ、こう、何かというと、退職代行を使うのは全然いいんですけど、やっぱり、こう、人と向き合うことから逃げないでほしいんですよね。ビジネスはどんな場面でも、やっぱ人対人なんですよね。
これは会社員だろうがフリーランスだろうがアルバイトだろうが、まあ、ワーホリックでも何でも全員そうですよ。やっぱり結局こう人と向き合うことからは人間避けて通れないかなと思うので、人と向き合うことから逃げないでほしい、恐れないでほしいんですよね。確かにこう退職をするってやっぱ一世一代の決断なので、やっぱ何かしらねこう人間関係なのか会社に対し会社と自分が対するときに何か馬が合わないから退職っていう選択をすると思うんだけど、でそこでこう人間関係が嫌だからとか面倒くさいからとか煩わしい作業を代行にねお金を払って楽はできるんだけど、でも結局そうやって一回逃げちゃうと、なんだろうな、次また同じようなことにぶつか壁にぶち当たった時に結局またねそこに向き合えない自分になっちゃうかなと思うので、それってそれがいいのかどうかっていうところですかね。確かに今回その退職代行を使って退職することができたと、まあ煩わしいストレスとかも全部お金で解決できてよかったとなったら、その、ね、気まずさからもこう逃れられるかもしれないけど、やっぱこう人と人の縁っていうのはねやっぱそう簡単に切れないもんなんですよ。皆さんもね、こう高校時代とかありませんでしたかね。なんか僕はこう3年間ね、ずっと同じくね、クラスで。で、結局、大人だったからもこう仲いいやつもいれば、そういう人もいれば、3年間ね、全くクラス一緒にならなくて、もう結局、顔も名前も覚えてないみたいな人とかいると思うんですよ。だから人はやっぱこう縁があるんですよね。この人に縁あるけど、この人はないみたいな、やっぱあるんですよ。その、あなたが入った会社っていうのは絶対に縁がある会社だったから、そこで働いている人たち、従業員さん、同僚、上司って絶対縁がある人なので、そういう人対人の向き合い方を忘れないようにしてほしいなというふうにね、思います。またどこかでね会うことだってあるかもしれないし、あなたが個人でね発信活動していく中で何かねやっていく中で、またねお仕事仲間としてつながることだってあるかもしれないしね、それどうなるか分かんないじゃないですか。だからそこでこう立つ鳥跡を濁さずじゃないけど、こう縁をね切るとなんかねこう無駄なんかね、無下にするっていうことはやめてほしいなというふうに思いましたので、まあ退職代行ねすごいいい手段だとは思うんですけども、まあこう人間性というかね、あなたの人柄の部分でこうちょっと損しないようにだけ、してほしいなと思いました。ただこういつまでもねこう退職できないからとか退職に抵抗があるからで、行動をしないっていうのが一番もったいないので、ぜひですね、はい、あなたの人生をつかみ取るね、行動優先順位をつけてね、頑張ってほしいなというふうに思いました。ではね、また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあ失礼いたします。